どうもこんにちは、福山茂です。今回の YouTube のテーマはビジネスモデルの勉強3です。今回の内容について、1ビジネスモデルは要素の組み合わせ、2広告収入モデル、3小判詰め戦略、4限定性、これらについて説明していきます。1ビジネスモデルは要素の組み合わせ。知的財産のカテゴリーではアイデアについて説明しています。ビジネスにおいて重要なアイデアの探求の一つがビジネスモデルの創造だと思っています。ビジネスモデルの勉強をしていて分かったことがあります。革新的で独創性のあるビジネスモデルは、すでにある基本的な要素を組み合わせて創造されていることが多いです。なのでビジネスモデルを創造するには、既存の基本的な要素を数多く知っている方がいいです。基本的な要素を知るために、知的財産のカテゴリーではビジネスモデルの勉強としてシリーズで配信していきます。では早速それぞれの基本的な要素を説明します。2広告収入モデル。広告収入モデルは、雑誌やサイトなどの媒体に企業等の広告を掲載させることで、当該企業等から広告収入を得るビジネスモデルです。これは深く説明しなくても皆さんすでにご存知でしょうね。YouTube、ブログ、テレビ、新聞など様々な媒体に広告がありますね。自分が何かの事業をする際には広告費として料金を支払うことがあるでしょう。3小判ザメ戦略。小判ザメは大型のサメやクジラにぴったりとくっついて、彼らのおこぼれの餌をいただいて生活をしている魚です。その小判ザメになぞらえて、小判ザメ戦略は集客力があるお店の近くや、集客力がある人と一緒にビジネスを行う戦略を言います。例としては、集客力のある大型ショッピングモール内での出店をすることですね。小判ザメ戦略の欠点としては、立地代が高いケースが多いことです。4限定性。期間や数量を絞って今しか買えないとアピールする戦略です。本日限定とか、先着100名様までとかですね。限定性を出す3つの方法を説明します。1期間限定、2数量限定、3特典を作ってそれに限定性を出す。これは会員登録をした方限定に情報提供しますという内容ですね。今回はビジネスモデルの勉強3について説明しました。紹介した3つを合わせるだけでも何かできそうな気がしますね。今後もシリーズでビジネスモデルについて配信するのでよろしくお願いします。今回の内容が皆さんにとって良い機会になれば幸いです。以上です。ご視聴ありがとうございました。今後も一緒に人生資源について勉強しませんか？もしよかったらチャンネル登録のボタンをクリックしてください。それではまたよろしくお願いします。